サバディースフォレスター。私は普段仕事でスタジオに行くことが多いんですけど、フォレスターは街中で乗ってもちょうどいいサイズだし、私でも本当に運転しやすいので足代わりとして毎日使いますね。あと私はハワイ生まれなので自然を楽しみに行くこともよくあります。ラフロードを走っているとスカッとするし、心からリフレッシュするんですよね。平日も休日も毎日使えるフォレスター 10th anniversary。